司令が見つけたお店さんにお邪魔することに。10時から営業をされているので、午後からの仕事の自分にとってありがたい。お店さんの名前を聞いたときはびっくりしました。その名も、水曜の朝。駐車場は、お店の向かい側にある、市の駐車場に停めることができます。年季の入った外装が素晴らしい。老舗好きの自分にとってぴったり。ワクワクしながらの入店。店内はレトロな雰囲気で、落ち着けます。また、お店の方も優しく、通いたくなるお店さんです。お店の方に、何年になるんですかと聞いたところ50年と、歴史の詰まったお店さんに感動。また、お店の方が一人で切り盛りされている感じでした。ゆったりと過ごしたい時にぜひ。夜中は、居酒屋として営業されているみたいです。席は、カウンター席とテーブル席があり、自分と司令はテーブル席にお邪魔しました。気になるメニューは、ナポリタン到着です。やっぱり歴史のあるお店さんに来た時にはこれ。昔ながらのナポリタン。ウキウキワクワク。ナポリタンいただきます。出来たてほかほか。湯気が素晴らしい。トマトソースの美味しさが、パスタから伝わってきます。50年の歴史のあるお店さんで、昔ながらのナポリタン、最高の組み合わせ。食べているとお店の雰囲気からも、昔にタイムスリップしたような気分になれます。お店の方が、粉チーズを持ってきてくれました。ありがたき幸せ。ナポリタンから伝わってくる、粉チーズの旨味、ブラボー。ピーマンの苦味がナポリタンに合います。玉ねぎの甘みに、ジューシー食感のベーコン。食欲がかき立てられます。あっという間に、残りわずかに。ここからは、トマトソースが絡んだ、美味しい具材をいただきます。ここから一気にいただきます。ナポリタンごちそうさまでした。カツ丼です。お店の方がご飯をよそってる時に、普通盛りでいいの?と聞かれたので、大盛りにしてもらっちゃいました。カツ丼大盛りいただきます。まず、大好物のカツから、柔らかく、口
口の中に広がる肉の旨味に惚れ惚れ。カツを食べたら、やっぱりご飯が食べたくなる。玉ねぎがたっぷりと入っています。グレート。カツを箸で掴むたび、テンションが上がる。心地いい衣のカリッと食感からの、ジューシーなお肉の旨味、たまらんです。玉ねぎの甘みが、カツ丼を盛り上げてくれています。大盛りにしていただき大満足。これで午後の仕事頑張れる。卵とカツのコンビネーションもグッド。ここで漬物を。白菜のシャキシャキ食感にさっぱりな味わい。箸休めにぴったり。きゅうりもあります。漬物ごちそうさまでした。再びカツ丼いただきます。玉ねぎの旨味からも、ガツガツご飯が進みます。カツが美味しいとお店の方に言ったら、お店で出すものは、すべて国産と、美味しい理由に納得。カツを食べるたびに、国産最高、と指令に言いたくなります。卵から伝わってくる甘辛いタレが、食欲をかきたててくれます。残りわずか、いい感じに満腹になってきました。ラストのカツいただきます。カツごちそうさまでした。ここから一気にいただきます。きれいにごちそうさましなくては。カツ丼大盛り、ごちそうさまでした。ラストにお味噌汁いただきます。びっくりするほど、大根が入っています。超嬉しい。箸を入れるたびに、大量の大根、にっこり笑顔。あっさりとした大根のお味噌汁、ごちそうさまでした。指令の注文は、アイスコーヒーです。素晴らしい用途、お腹が空いていなかったみたいです。本日は、前々から気になっていた、
水曜日の朝さんにお邪魔できてよかったです。ナポリタンにカツ丼大盛り。どちらも美味しく大満足の食事でした。また、お店の方の接客も素晴らしく、居心地最高でした。今度お邪魔するときは、ホタテチャーハンと焼き鳥をいただきたいです。では、今回はこのあたりで失礼します。最後までのご視聴、ありがとうございました。評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。